テレーゼの死生児、アマーリエ・フォン・デルヒエンフェルト。美貌に恵まれ、多くの男性とき縄を流した。テレーゼ・マティルデ・アマーリエツー・メクレンブルクは、ドイツのメクレンブルク・シュトレーリッツ公爵家の公女で、カール・アレクサンダー・フォン・トゥルーンとタクシスの妻。プロイセン王妃、ルイーゼの自主である。メクレンブルク・シュトレーリッツ公、カール世と・ニセイ その最初の妻で、ヘッセン・ダルムシュタット公師、ゲオルク・ビルヘルムの娘である、フリーデリケの間の、第四子、三女として生まれた。すぐ上の姉カロリーネが溶接したため、実質的に四人姉妹の次女であった。幼くして、実母と死別し、実母の妹であったママハハシャルロッテも創生したため、ダルムシュタットに住む、母方の祖母ルイーゼに養育された。 1789年5月25日に、ノイ・シュトレイリッツにおいて、新生ローマ帝国の帝国郵便総裁を世襲で、勤めるトゥルーンウント・タクシスコーカール・アンゼルムの後取り息子、カール・アレクサンダーと結婚した。夫妻は1797年までは、フランクフルト・アム・マインに今日構えていたが、この頃からすでにテレーゼは夫をしのぐ政治的手腕を見せていた。 1797年に義父が実質的に帝国郵便総裁とレーゲンスブルクでの帝国議会での役職を引退して夫に役職を譲るとテレーゼも夫を支えてトゥルンウントタクシス家の資産や郵便事業の経営を支えるようになった。またテレーゼは芸術や文学にも関心を寄せ、そのサロンにはジャンパウル、フリードリヒ・リュッケルと、ヨハン・カスパー・ラバーター、 フリードリヒゴットリープクロプシュトックらの文人が出入りしていた。1839年に立信元の託室上で亡くなり、ザンクトエメラム修道院宮殿内の墓所に葬られた。夫、カール・アレクサンダーとの間に7人の子女を設けた。また、バイエルンの外交官、マックス・エマヌエル・フォン・ウント・ツーレ・レルヒエンフェルト・伯爵との間に、非政治を一人設けた。ウィキメディア・コモンズには、 テレーズヘルチェギンズ、メキロンバーグに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。